久保さん。まあ、みんなちっちゃいことやんないですよね。うーん。何なんすかね。ってか、小さいことしかできないというテーマにしましょうか、今回。<laughs> 小さいことすか、小さいことしかできないのに、小さいこともやんなかったら、どうすんのっていう。なんで、最初って、まあ、やれることをやるしかないですよね。うん。 なんかいきなり柔道でね、一本勢を置いていきなりね、柔道を習ってその初日からきれいにね、なんか、あの、なんか、んか金メダリスト候補をいっぺん一本勢負いをとかね、無理でしょ。<laughs> まず最初は柔道を習ったら、あの、なんだ、あの、受け身からですよね。もはや、<laughs> 受け身、受け身。うん。だからまあ、やれることですよね。まあ、準備運動とかやれるじゃないですか。 でも逆に言うと、準備運動やらずしてやったらアキレス腱切るとかね。まあ事故になったりとかするし、結局その、小さいことって、実はめちゃ大事っていう。<laughs> うん。だから、みんな大きいことしようとするんですけど、別にそれは悪いことではないんだけど、うーん。小さいことやんないとつまずくよって話で。これね、ザトウイチの、あの、最後のシーンが僕、 北野武さんのタップダンスやってるザートイチですね。あの最後のシーンめちゃめちゃ好きなんですけど、あの、オチが、まあ、あの、北野武さんが、ね、目らみたいな、目が見えない役なんですよ。でね、最後、なんかね、目見えてるっていうね、オチなんですよ。目見えてる。で、目見えて歩いてんだけど、最後、ああのつまずくってこけそうになるんですよ。だから、なんだっけな。 なんかね、ちょっとね、最後のセリフ何やったっけな座頭座頭一。最後のセリフ。これすげえ。あ、いくら目ん玉ひんむいても見えねえもんは見えねえんだけどなと。北野武の映画ですね。いくら目ん玉ひんむいても見えねえもんは見えねえんだけどなと。これはね、深いですね。深かったっすね。 深かったですね <laughs> この言葉はねちょっと意味深ですね非常に深いセリフだなーって言葉だなーと思ったんですけどまあ話を戻すとあのんなんか上を向いて歩こうってあるじゃないですか上向いて歩いてたら危険ですよ街中上向いて歩いてたら危険じゃないですかどうすかず,ずっと上向いてたら大事なのって 上、別に上も見てもいいんですけど、真正面も見るし、下も見ないとつまずくだろうし、人、ね、だからあとは下を向きすぎてもね、スマホ注意みたいな歩きスマホ注意みたいなのありますけど、下を向きすぎても注意なんで、だ全部が必要で、全部見ないといけないんですよ。360度、全部見ないといけないです。できるだけ。まあ、歩いてたら後ろはちょっと見えないですけど、できるだけ見ていくっていう。だから例えば、 あー車の運転だったらね、まあ、教習所で習ったと思うんですけど、バックラー見ろみたいなね。後ろ、後方確認みたいな、巻き込み確認とかね。後ろも見ろっていう話じゃないですか。うん。だから全部やっぱ見ていかないとダメなんですよ。生きていく上でね。じゃあ全部必要だし、全部見ていかないといけない。だつまり、小さいことも必要だし、っていうか小さいことが重要だったりするし。うん。でもみんな、 大きいことをしようとしている。大きいこと、大きい収入を得ようとしている。別に悪いことじゃないんですけど、やれることやれよって話ですね。いってらっしゃい。